と V6 の三宅健44が8月20日に自身の X、ツイッターを更新。今日は戸辺勢揃いで初のご飯会。何着ていこうかな。今日も暑いからこまめに休憩取るん対応と報告した。滝沢秀明氏41が立ち上げた新会社。株式会社戸辺には三宅をはじめ、元キング&プリンスの平野志陽26と神宮寺勇太25インプ。元インパクトワーズが合流を発表。8月16日には元ジャニーズジュニアの大東達樹18の合流も発表されたばかりだ。タッキーが戸辺で目指すのは年商100億円。そんな戸辺のメンバーが揃っての食事会が開催されるという三宅の報告に、戸辺ご飯会いいなぁ、報告楽しみに待ってます。戸辺勢揃いのご飯会、ということはイケメン勢揃いだ。めっちゃ豪華、素敵、滝沢社長のおごりですかね。などの声が寄せられた。ジャニーズ事務所は対処者が続出。ジャニー北川氏、去年87の国連案件にまでな高台問題ものしかかっていて暗い話題が多い一方、戸辺は明るい話題を振りまいてファンを喜ばせていますよね。滝沢さんは大手広告代理店ともすでに手を組んでいると言われ、戸辺で年商100億円を目指しているとも言われていますが、その体制も整いつつあるのではないでしょうか。大きな売り上げを目指す。だからこそ、カリスマ的な人気と実力を備えた平野さんと神宮寺さん、後に合流が噂される岸優太さん、27が必要だったんでしょう。彼らの人気、そこからの売り上げに期待を寄せているはずです。芸能プロ関係者、大手レコード会社との契約は難航か、平野と神宮寺は7月7日に戸辺の公式 YouTube チャンネルの生配信に登場し、同社への合流を発表。同時視聴者数は100万人超、ファンクラブの入会は12時間待ちと、改めてその人気を証明した。ファンクラブビジネスも順調に滑り出したのではないでしょうか。一方で大手レコード会社と手を結ぶことには難航しているようです。ソニーミュージックエンタテインメントが所有していた SME 乃木坂ビルをジャニーズ事務所が購入して本社にしたように、ジャニーズとソニーミュージックは良好な関係にありますし、ジャニーズ事務所の経営にもソニーミュージックは関与しているとも言われていますからね。それに複数の大手レコード会社が、やはりジャニーズ事務所との今後の付き合いを考えてか、戸辺からの話を断ったと言います。滝沢さんとしては、今後も大手レコード会社との契約を模索していくのでしょうが、現状はなかなか難しいよう。それでも年商100億円を目指せる体制を整えているのは間違いない。というのも、戸辺以外にも3つの会社を立ち上げていますからね。前室の芸能プロ関係者、レコード会社&ファンクラブ運営会社を立て続けに設立。滝沢氏は自身が代表取締役を務める株式会社戸辺を3月16日に設立。同日、株式会社戸辺ミュージックも設立している。8月18日、インプがデジタルシングル CRUISIN で世界同時配信デビューを果たしたが、同曲も戸辺ミュージックからのリリースだという。戸辺ミュージックの登記簿の目的欄には、国内外の楽曲の原盤制作、音楽著作物の管理及び利用の開発、インターネットによる音楽配信などの項目がありますから、レーベル的な役割を果たす会社なのではないでしょうか。ちなみに、同社の代表取締役も滝沢さんです。さらに滝沢さんは1月11日に、株式会社戸辺 COMMUNITY という会社も設立しており、同社の取締役には元大手芸能プロダクション出身の人物も入っているといいます。そして同社の登記簿の目的欄には、芸能人、タレント、俳優、歌手などのファンクラブの運営、キャラクターグッズなどの企画、制作及び販売などの項目があるため、ファンクラブ運営などをメインで担っていく会社だと考えられます。前道、平野と神宮寺のファンクラブは、戸辺 COMMUNITY に大きな利益をもたらしているはずだ。ジャニーズ関連会社の元社員が、戸辺ライブジャパン、代表取締役に就任、前室の芸能プロ関係者が続ける。さらに驚くべきことに、平野さんと神宮寺さんが戸辺への合流を発表した7月7日、株式会社戸辺ライブジャパンという会社も立ち上げているんです。同社の代表取締役を務めるのは、元ジャニーズ事務所の関連会社、ヤングコミュニケーションの社員だったという愛氏。
滝沢さんとはジャニーズ時代から懇意にしてきた人物でもあります。同規模の目的欄には、ライブコンサート、演劇その他のイベント企画、制作、運営、実施、管理及びコンサルティング、コンサート、イベント、映画、演劇などのチケット、入場券などの販売などとありますから、同社はコンサート運営をメインで担う会社なのではないでしょうか。Y 氏がいたという、ヤングコミュニケーションもコンサートやライブ興行を主催する会社ですからね。戸部関連会社とジャニーズ本社の距離は 1km。6月22日発売の女性自身、公文社は、滝沢氏が年末に東京ドームでのイベントを計画しているとも報じていた。お披露目公演が年末か来春にもどこかしらのドームで行われるとも言われていますが、そのコンサートの運営を担うのが、トベライブジャパンということなのではないでしょうか。7月7日の設立になったのは、平野さんと神宮寺さんの合流が決まり、設立を急いだからなのかもしれません。そして気になるのが会社の本店の住所。トベは滝沢さんの出身だという東京、八王子に置かれているのですが、トベミュージック、トベ COMMUNITY、トベライブジャパンの3社は東京、港区に本店が置かれているんです。しかもジャニーズ事務所本社とは 1km も離れていないような場所なんです。ここからも滝沢さんの、ジャニーズとの対立も辞さないという姿勢が見え隠れしますよね。前道、ジャニーズとのバチバチの構想も辞さないと噂される滝沢氏は、戸部本体と関連会社3社という体制で年商100億円を目指している。画像、顔面天才、平野紫耀、クールなサングラス姿で陶芸を楽しむオフモードショット。8月末にジャニーズ事務所を退所するキスマイフット2の北山宏光、37の合流も有力視されていることもあり、ジャニーズとの対立はさらに激化すると見られている。